はい、どうも、甲子園球場のお膝元、兵庫県西宮市の阪神ファン、YouTuber、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガースをですね、応援しようということで、基本的には阪神タイガースのですね、話題をこう幅広くこう発信しているんですけれども、まあ、阪神タイガースに限らずですね、プロ野球に関する話題を幅広くですね、今後は投稿していきたいなと思っております。で、今回はですね、昨日始まったですね、日本シリーズについて、今日第2戦ということで、それをですね、振り返っていきたいなというふうに思っております。もしですね、この動画をご覧の方で、阪神ファンの方とかですね、他の球団のファンの方でももちろん構いませんので、プロ野球ファンの方でいらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録をしていただけたらありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということでですね、まあ今日の試合をですね、振り返っていきたいんですけれども、ちょっとですね、その前に、今日ですね、ちょっとの朝起きてネットを見たらですね、昨日の、日本シリーズ第1戦のですね、ちょっとまあ、物議を醸したシーンがあったということで、軽くですね、ネットがこう炎上してまして、なんだろうと思ったらですね、昨日の試合で、丸選手がダブルプレーを打った時にですね、ファーストに、こう、駆け込んだ時に、ファーストを守っていたですね、中村選手ですね、ソフトバンクの中村選手と、こう、まあ、接触というか、ラフプレーみたいなのがあったということで、それはいかがなもんかみたいなですね、そういったことで少しこう、話題になってましたよね。そういえば昨日ですね、テレビ見てるとそのシーンで、千賀投手がですね、ちょっとこう、クレームをですね、言うような、こう、シーンがあったんで、なんだろうなと思ったんですけど、まあまあ、そういうことだったのかということで、まあ、テレビ見てるとね、そのシーン映ってなかったので、実際にね、接触したシーンが映ってなかったので、まあ、どういったね、ラフプレーだったのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけれども、それで、まあちょっとネットで炎上してたし、それでですね、昨日は、これだったんだと。なんか千賀投手が途中でね、なんかこういろいろこう、喋ってましたけど、テレビ見てる限り何のことか分かんなかったので、なんだろうなと思ったんですけど、これのことかということでですね、まあ謎が解けたな、みたいな、そんな感じでしたけども、まあもちろんね、このラフプレーに関して、まあどうこうっていうことはないんですけれども、これはもちろんですね、それぞれのファンの人は当然ですね、言い分というかですね、まあもちろんその、ソフトバンクのファンの方からしたら、そんなありえへん、けしからっていうですね、言い分になるでしょうし、巨人ファンの方からしたらですね、その当たり前のプレイヤーとかですね、そういう風になってくるでしょうから、まあ当然ね、それぞれの立場でですね、やっぱ自分の方がまあね、正当化するような意見になるのは当たり前なので、これは別に水かけ論になるんで、ラフプレイがですね、まあいいとか悪いとかですね、実際どうやったんかとか、まあそんな言うつもりはないんですけれども、まあこれ当然どこのファンでもそうだし、まあ阪神ファンでもそうなんですけど、自分とこのですね、チームが、もちろんですね、その、なんていうんですか、擁護する意見になるの当然なので、まあね、要するに、まあ、これはけしからんって言ってたのは、基本的には、まあ、ソフトバンクファンということで、まあ、巨人のファンは別に、そんなね、当たり前のプレイヤーやねんから、その一日文句言うな、みたいな感じ、ですけどね。まあ、ただまあ、その一プロ野球ファンの立場で言わせてもらうと、これ昔からずっと思ってたんですけど、これね、やっぱ説明が欲しいんですね、説明が。テレビ見てるとですね、ねえ、さっきも言いましたけども、何のことで揉めてるのか全然わかんないわけですよ。その、テレビ画面っていうのはそのね、一箇所しか映してないわけですから、何があってですね、揉めてるのかとか全然わからないわけなんですよね。で、テレビ見ててもわかんないんで、これ球場で見てる人もっとよくわかんないと思うんですよね。なんかね、プレイ中断してね、ちょっとこう、揉めたりしてるシーンでですね。じゃあ何が原因でこうプレイが中断してるのかっていうのはですね、これ当然ある程度のことはですね、ちゃんとお客さんいるわけですから、その辺は分かるようにですね、説明をしてもらわないとですね、なんでプレイが中断したんかっていうのはですね、まあね、当然別にそのプロ野球ですからね、その見せるためにやってるわけですから、勝手にやってるとこを僕ら勝手に見に行ってるわけじゃなくてですね、ちゃんと入場料払って行ってるしですね、テレビもですね、ちゃんと放映権料をもらってですね、これテレビでこう流しているわけですから、当然、ね、お客さんに見てもらうためにやってるわけですから、当然それは説明する義務があるということでしょうから、当然ですね、まあ誰から説明するかどうかわかりませんけれども、これは当然ですね、プレイが何らかの原因で中断した場合は、これは当然、やっぱりね、説明をしてほしいなっていうのはですね、これ実はまあ、ずっと思ってることなんですよね。だからね、昨日もね、テレビに出て、なんで中断してんのかなってわかんなかったんで、ね、やっぱ見てる方からしたら、ん?ってね、疑問が残ったまま、またね、ゲーム再開して、こう続き見ることになりますから、やっぱちょっともやもや残りますのでね、まあ、その辺は少しですね、もうちょっとお客さんのことを考えてほしいなと、まあ、これ全体的にそうですけどね、っていうのは少し感じたかなというふうに思います。はい、ということで、今日ですね、振り返っていきたいんですけれども、まあ今日13対2ということでですね、ソフトバンクの圧勝ですよね。もう序盤からもうずっと終始ソフトバンクペースでですね、試合が進んでいってまして、もう本当に巨人の方はもう手も足も出ないみたいなですね、そんな感じでしたよね。もうちょっとね、どうしたもんかみたいな感じで、まあ巨人今村選手がですね先発で、ソフトバンクの方は石川選手がですね先発だったんですけども、まあそのなんて言うんですかね、その
もうそもそも今シーズンのですね、レギュラーシーズンの数字からしてもやっぱ全然違うわけですよね。巨人の方はもう本当に菅野投手は素晴らしい成績を残してますけども、その次誰が投げんのっていうことになるとですね、もうこの今村選手何勝ですかね、5勝とか6勝とかそのぐらいですよね。だから本当に全然今シーズンそこまでですね、ずっとレギュラーシーズンをですね、こういい成績を残してたわけじゃない人がもう日本シリーズの第2戦に先発をせないかんっていう状況になっているわけですから、この辺ねどういうこうなんていうんですかね、戦い方を想定して臨んできてるのか、ちょっとこの辺はね少し不可解な点もあるんですよね。レギュラーシーズンでそのね、2番目に多く勝ち星を稼いでたのが、まあ、戸郷投手なんですけど、ね、8勝か9勝かぐらいですよね。なんですけども、戸郷投手は中継ぎに回してですね、先発の方でもうね、2戦目にしても今村投手っていうですね、ところを持ってきたっていうことですから、これちょっとね、戸郷投手とかね、の、その辺のその、肩の調子なんかにも関わりがあるのかどうか分かりませんけれども、ちょっとですね、やっぱりちょっと戦力的にももう普通に見比べるだけでも、やっぱりソフトバンクに比べるとやっぱり見劣りするな、みたいなそんな感じに見えてしまいますよね。で、まあね、まあ正直言ってこれ、ソフトバンク強いなとかですね、巨人負けてざまみろとかそんなこと言ってる場合じゃなくてですね、まあ、はっきり言ってここまで差がついてるかというのですね、ちょっと見ててもですね、まあ、阪神ファンの立場からしても、ちょっと衝撃というかですね、やばいなっていう感じですよね。もう本当にセリーグとパリーグの差がどんどん広がっていってしまうとですね、まあ、本当に、なんて言うんでしょうかね、興行としてやっぱ面白くなくなってきてしまいますし、それだけそのソフトバンクの選手の取り方とか育成の仕方がやっぱりすごいなっていうのがですね、もう本当に如実にわかるようなですね、そんな、もうソフトバンクのいいところばっかり目指すようなですね、そんな試合になってましたよね。もう本当に、もう13点でホームラン3本ね、で、っていう感じですから、もう本当に誰が打ってどうこうっていうのをね、いちいちこう振り返っていられないような感じなんですけれども、ですね、昨日ですね、活躍したのは栗原選手ということだったんですけれども、主にですね、昨日は、菅野投手から栗原選手がですね、3安打を打って、で、4打点ということで、まあ、栗原選手のですね、活躍で、まあ、ソフトバンクが勝ったっていう感じだったんですけど、今日はもうそれ以外の人もみんな打つみたいな感じですよね。で、今から思うとですね、昨日そのね、菅野投手で負けた、痛いな、みたいな感じだったと思うんですけど、よう考えたらもう菅野投手だったからまだゲームになっとったんやな、みたいな、そんな感じですよね。菅野投手だからなんとかゲームの体裁がですね、まあ、保てたんかな、みたいな、そんな感じさえしますよね。もうだからもう菅野投手でさえあかんかったわけですから、もう本当にそれだけの力の差っていうことでしょうね。なので、昨日はね、栗原選手、まあ今日も実はですね、栗原選手、何なんだかな、もうなんか3本か4本か、まあいっぱいヒットを打ちましてですね、もう今日も栗原選手は大活躍だったんですけど、今日は昨日打てなかった選手も打ち始めたんですよね。なので、昨日と今日第1戦、第2戦で、もう本当にほとんどの選手がですね、仕事をこうさせてしまったみたいなですね、そんな感じで、まだ昨日今日で全然仕事してない人を探す方が難しいぐらいでですね、まあ、周東選手がですね、ノーヒットなんですけど、もうその周東選手のノーヒットがもう全然目立たんぐらい他がめちゃくちゃ打ってるわけですよね。で、まあ、周東選手も昨日フォアボール1個選んで盗塁決めてますから、イメージとして、印象としてね、周東選手が全然仕事できてないっていう、そんな感じでもないわけですよね。なので、もう本当に1番から9番まで、それから控えとかですね、リリーフとかですね、その辺も今日全員ほとんど出場してですね、全員がしかもですね、ほとんど全員がこう、活躍するみたいなですね、そんな感じ。だからもう流れとしても、今日の試合も当然ソフトバンクは圧勝ですけれども、シリーズの流れとしてもですね、とてもこれいい流れになってるわけですよね、ソフトバンクからしたら。とにかく一人でも多くの選手を使えたわけですから、当然ですね、一回出ることによって、ね、やっぱりスムーズに試合に入っていけるでしょうし、ここ一番ね、どうしてもこの人の力が必要という時に初めて出るのとですね、一回出てて、出るのはやっぱり全然違うでしょうから、もう一通り全員を出せたっていうのは、1戦目2戦目でほとんど全員をですね、これ出せたんですよね。なのでもう本当に、で、しかも敵地ですから、巨人のホームゲームで、圧勝してですね、しかも自分のこの選手をですね、楽な場面で一通り出すことができたわけですから、これはもう本当にですね、
ソフトバンクの方がですね、圧倒的に今これ有利に立ってるな、みたいな感じですね。で今日は、その、まあ、一番のね、周東選手は今日は、6打数の人ということで、まあ、6回回ってきてるのもすごいんですけども、まあまあ、今日はですね、全然だったんですけれども、今日は2番川島選手を持ってきましたね、ベテランの。まあ、左のですね、今村選手が先発ということで、昨日はですね、中村選手を2番で使ったんですけど、まあ、左が並ぶということで、今日は左の今村投手ということで、右の川島、慶三選手かな、を、まあ、2番に使ってきたということですよね。まあ、それ以外はほとんど変わらずですね、まあ、その中村選手をこう下位に下げたんですけど、で、3番柳田選手、4番グラシアル選手ですね、で、5番が先ほど栗原選手で、もう本当にですね、栗原選手、昨日、今日で、もうヒット6本か7本ぐらいで、もう本当に昨日も言いましたけども、ラッキーボーイ、で、ほぼ、ね、認定していいんじゃないかなっていうふうに思います。ますよね、短期決戦はね、やっぱラッキーボーイ的な選手が出てきたチームがやっぱ強いっていうね、よく言いますよね。その短期ですから、そのね、長いね、100何試合っていうシーズン通じてずっと数字残すのは大変ですけど、やっぱり区切るとですね、部分的に区切るとそこだけ活躍する選手っていうのは絶対いますよね。とこね、調子の波がありますから、部分的に調子がすごいいい選手っていうのはですね、やっぱりいるわけですよね。そういった選手がうまく出てきて、うまくですね、チームの勝ちにつながるような活躍をしてくれると、やっぱり短期決戦ね、その6戦、7戦、6試合、7試合っていうところでは、やっぱりその、そういう選手が出てきたチームがやっぱり当然有利になりますよね。という意味でいくと、まあ、ソフトバンクで言ったら、まあ、栗原選手なんですけども、栗原選手以外にもですね、その候補者が今日はもういっぱい出てきたみたいな、そんな感じですよね。もう誰か打ちゃ、点入るみたいな感じなんですけど、その、誰か打ちゃっていう人が今日はもう軒並み打ったみたいな感じですから、まあ、だから13点もね、入ったっていうことなんだろうと思うんですけど、で、今日はですね、3番柳田選手もヒット出ました。昨日はね、あんまりヒットを打てなかったんですけど、ね、そのまま、まあ、菅野投手ですからね、菅野投手ですから、まあ、そう簡単にはね、さすがにそのソフトバンク打線といえども、そう簡単には打てなかったんですけど、菅野投手がピシッと抑えたんで、そのままですね、昨日活躍した栗原選手はまあとりあえずね、昨日活躍しちゃったんでまあいいとして、それ以外のですね選手はそのまま眠らしておかなければいけないはずの試合だったんですよね、今日は巨人からしたら。昨日活躍できなかった選手ですね、柳田選手とかですね、この辺はもうそのまま寝取ってもらいたいっていう、そういったですね、はずだったのに、ということで今日は しかもね、左の今村投手ということですから、この辺の左バッターはですね、きっちりとこの抑えておきたかったんですけど、今日ね起こしてしまいましたね、柳田選手もですね、タイムリーヒットをいきなり初回に打ちましたしですね、でそのもう柳田選手ね、もう本当にすごいんですよね、その、フルスイングしてですね、長打をですね打つっていうですね、そういったこともできるし、追い込まれるとですね、もうイチロー選手みたいなですね、バットコントロールでちょこんと当ててですね、野手の間にポトッと落とすみたいな、そんなこともできるんですよ。だからもう本当にパワーも技術もあるっていう、そういった感じね、改めて、まあそんなね数字見てたら分かるんですけど、実際プレー見てると改めて今日なんか感じますよね。今日もね、さっき言ったそのね、長打で、二塁打みたいなのも打ってますし、ね、野手の間にポトンと落とす、そんなヒットも打ってますのでね、もう本当にどうしたらいいんやろみたいな、そんな感じで、ね、寝取ってもらいたかったと思うんですけど、巨人からしたらね、それ起こしちゃったっていう、そんな感じですよね。そのもちろんね、フルスイングしてくるっていうのを知ってますし、長打力ある、パワーもあるっていうの分かってますから、当然ね、外野手は下がるわけですよね。下がるわけですよね。それで、低めにですね、うまいこと変化球をこう集めて打ち取ろうとしても、それをちょこんと当ててですね、ふらふらっと内野手の頭を超えると、外野手下がってますから、当然そこヒットゾーン広がってるわけですよね。その辺もね、おそらく計算をしてですね、バッティングをしてるんだろうというふうに思うんです。だから本当にですね、まあ、ちょっとね、起こしてしまうともうどうしようもないな、みたいな、そんな感じの選手ですね。もう近い将来ね、それこそ、久しぶりに三冠王っていうのもね、狙えるんじゃないかって思いますし、まあ、ちょっとね、周東選手とかね、足の速い選手がいっぱい出てきたんで、投了値は難しいかもしれませんけど、ね、イチロー選手がね、もうちょっとで取れたけど、できなかったっていう三冠王プラス盗塁王みたいなですね、そんなんもゆくゆくはね狙っていけるようなですね、そんな選手じゃないかなっていうふうにも思います。まあ3番ですから、あまり積極的にねこう走るっていう場面は最近はないのかもしれませんけど、その気になればですね、ねトリプルスリーもやってるわけですから、足も速いわけですからね、ぜひともですねその辺はね狙ってほしいなっていうような気もします。それだけ素晴らしい選手なんですね、3番の柳田選手でしょうね。それから4番のグラシアル選手も今日ホームラン打ちましてですね、
見事なホームランをですね打ちまして、で、去年もですね日本シリーズでホームランを見事にですね打った記憶があるんですけれども、昨日はねヒットは出てましたけど、こう 右方向にですねこううまく詰まりながらこう右に持っていくみたいなこう技ありのヒットを昨日はね打ってましたけども、まあ、その辺もねさすがの技術力やなと思うんですけど、今日はですねもう気持ちよくフルスイングしてホームランをですねかっ飛ばしてましたから、この3番柳田4番グラシアルっていうのはもうほんまに脅威ですよね。パワーも技術もあるっていうことですよね。とにかく追い込まれるまではブンブン振り回してきてですね、まあもちろんですねその空振りをねしようと思ってやってるわけじゃないと思うんですけども、空振りを見てるだけでもやっぱり相手からしたら脅威を感じるような空振りですよね。で追い込まれたらさっき言ったようにですね、柳田選手ちょこんと当ててねポトンと落としたりとかですね、昨日のグラシアル選手みたいに詰まりながら右に持っていったりとかですね、つなぎのバッティングもできると、状況に応じたバッティングがやっぱできるわけですよね。だからもうこの辺がですねもう本当に、なんていうのかな、その個人の成績がいいだけじゃなくて打線のつながりにもなるっていうですね、だこの辺が今日もうまいことつながってましたよね。今日はですねそのグラシアル選手がですね出塁をした後に栗原選手がですね、昨日は栗原選手が、返す役割だったんです。5番の栗原選手がですね、ホームラン打ったり、長打打って、4打点上げてですね、返す役割だったんですけど、今日はですね、うまくつなぐバッティングをですね、してたんで、これも大きいですよね。5番の栗原選手、昨日は同じヒットでも返すヒット、今日はつなぐヒットをですね、打つという、この状況に応じたですね、バッティングが見事にできてたな、ということと、それから4番のグラシアル選手がですね、走塁で今日はいい走塁をですね、再三してたなんですよね。その4番グラシアル5番栗原ってこう並びなんですけど、グラシアル選手が出塁をしてファーストにいましてですね、でここでですね、栗原選手がですねこれ引っ張るんですよね。引っ張ってヒット打つんですね。でライト前にヒットを打って、でそのグラシアル選手がサードまで行くっていうですね、そういったシーンが今日は2回ほどあったかな。だから本当に、そんなに足めちゃくちゃ速いわけじゃないと思うんですよ。僕知りませんけどね、グラシアル選手外国人選手ですし4番ですし長打もありますから、そこまで俊足っていう感じではないと思うんですけど、躊躇なく三塁を陥れるんですよね。だからこの辺の、隙のなさというかですね、走塁に対する意識の高さっていうのもありますし、そのことによって一塁三塁っていう形がですね今日何回も作れたわけですよね。で次のデスパイネ選手ですよ、6番の DH で入ってるデスパイネ選手がですね、そのもうこれがまたですねいい感じの仕事をするんですよね。今日ねあの満塁ホームラン1本打ってるんですけども、これはまあちょっと置いといてですね、満塁ホームランじゃない時にもですねこれ、この初回のですねこの3点取ったシーンだったと思うんですけれども、グラシアル選手が出て栗原選手がつなぎ一塁三塁にしてですね、で初球をですね簡単にこれ犠牲フライを打つんですよね。で昨日も内野ゴロで打点1かなんか上げてましたけれども、要するに、本当にここのつながりですよね。デスパイネ選手ね6番 DH ということでブンブン振り回してですね当たりラッキーみたいな感じで置いてんのかなと思ったんですけど、そうじゃないんです。やっぱり状況に応じてきっちりと自分の仕事をできるんですよね、やっぱりデスパイネ選手って。だからこのあたりがですねもう本当に見てるとですね、あこれが野球かと、なるほどこれがあの打線なのかというのをですね改めてこれ感じることができるようなですね、そういったやっぱり攻撃をソフトバンクなんかやってますよね。セリーグで見てると巨人なんかがねきっちりとやってるように見えてたんですけど、やっぱりソフトバンクと巨人やってるとこ見ると、やっぱりソフトバンクの方はもう全然ですねそのまあ技術力も違うし、それぞれのなんていうのか意識もやっぱり違いますよね、全然違いますよね。やっぱりああいう野球をすればやっぱ勝てるんだなって、お手本みたいな野球をですね、そう考えると阪神を見るとですねやっぱりまあ個人個人が勝手にやってるみたいな、やっぱそんな風に見えてしまいますよね。とりあえずあの振り回して当たったらラッキーみたいなですね、たまたまヒットが続いたりホームランが出たりしたら点が入って、ピッチャーが抑えたら勝てるみたいなですね、やっぱそういうレベルの野球をやっぱ阪神なんかはやってるなみたいな。で今日ねさっきのシーンなんかではヒット1本でですね1点取ってるわけですからね、フォアボールでグラシャルが出てヒットでつないで1塁3塁になって犠牲フライで1点取るみたいなですね、そういったそつのない攻撃がですね、だからものすごい重量打線なんだけど、そういったそつのない攻撃もできるし、足も使えるし小技も使えるしみたいな、そんな感じですよね。本当にソフトバンクのいいとこばっかりがこう目立つという感じですね。でまたこのソフトバンクのピッチャーが良くてですね、この今日先発から中継ぎいろいろとですね、今日は勝ちパターンじゃおそらくないだろうなっていう人もいっぱい出てきたんですけど、もう名前ねいちいちこれ上げてるときりないし、さすがに全員分の名前覚えられないのであれなんですけど、
もうね、出てくるピッチャー、出てくるピッチャーみんないいんですよね。球速いんです。150以上、投げられるしですね。勝ちパターンはですね、モイネロ、モリあたりは僕でも名前わかるんですけど、それ以外も名前聞いたことない選手がいっぱい出てきたんですけど、もうみんなもう完全にですね、一軍、まあ当然日本シリーズに出てるわけですから、当然期待されてね、当然、実力があると見込まれて、来てるんだろうと思うんですけれども、もう誰がその抑えあってもおかしくないぐらいの球をみんなが投げてるわけですよね。だから本当に層が厚いんですね。層の厚さっていうのはですね、やっぱりこう感じますよね。レギュラーの選手がちょっと怪我したってもうすぐ次はなんぼでもおるみたいな、そんな感じですよね。だから今宮選手かな、今宮選手が今いないみたいですけどね、今宮選手がいないこと全然感じさせないようなですね、守備も全然もう本当に守備もいいんですよね。それぞれの選手が今日シュート選手者なんてもう本当にこれ追いつくのみたいなね、球を追いついたりですね、肩も強いですね。だから、シュート選手がショートから途中セカンドに移りましたけど、やっぱ守備はですね、本当に内野の守備はもう本当に12球団でもトップクラスなんじゃないかなって思うようなですね、守備ですね。やっぱ安心感ありますよね、そんな見てるとですね。そしたら当然ピッチャーもですね、大胆にこれいけるなっていう感じですよね。とりあえず打たしときゃね、間違いなくアウトにしてくれるんやからみたいな。ヒット性のあたりも今日いくつも周東選手ね、アウトにしました。最後のウィーラー選手のね、セカンドゴロも、もうね、あれは周東選手じゃなければ追いつきもしなければアウトにもできないようなですね、そんなプレーをですね、こう見事に見せてくれたなっていう、そんな感じですよね。だから守備の要だった今宮選手がですね、抜けた穴がもう全然感じないぐらいになってますよね。で、ね、周東選手だから今日、ね、ノーヒットって言いましたけども、守備の方でそういった目立つプレーいっぱいやってるんで、ね、その仕事してないっていう感じがしないわけですよね。試合に入ってないっていう感じしなくて、蚊帳の外にいる人が誰一人いないんですよね。今、名前をバーって見渡していってもですね、スタメンで出てる選手で蚊帳の外の選手が一人もいなくてですね。で、なおかつ、途中ダイソーとか守備固めとか代打で出てきた選手もみんなこう、ヒットを打つんです。活躍するんですね。さっき言ったね、勝ちパターンじゃないリリーフもみんな150キロを超えるような球でですね、いいピッチングを見せるしですね、ダイソー守備固め要員で出てきた人もみんながこれ、ヒットを打ったりですね、活躍をするんですよね。だからもう本当に層が厚いんだろうなっていうのをですね、ひしひしと感じますし、だからこそそのレギュラーの選手がですね、火がついてるわけですよね。もうちょっとなんかあったらすぐ取って代わられてしまうっていうですね。そういった、だからもう本当に周東選手でも危ういですよね。昨日今日ノーヒットですから。ね、まあただ守備でいいね、活躍をしてますから、すぐに外すってことはないかもしれませんけど、ちょっとですね、このね、ノーヒットってのは続いたらもう変えられてしまうっていう、そんなおそらく危機感があってですね、やってると思うし。で、工藤監督そういったところはスパッとこう変えますのでね、その、まあ打てないけど、とりあえずしばらく頑張りじゃなくて、もう打てなかったら、はい次、はい次みたいなね、すぐこう変えていくみたいな、そんな、采配をですね、結構ズバズバやるタイプの監督ですから、その辺がうまくハマってるんだろうな、というふうにも思いますよね。で、巨人の方もですね、今日はまあ大差で負けてましたから、いろいろとですね、まあ一緒ですよね。選手はとりあえず使っていった方が後々につながるということで、いろいろ選手を出していきましたけど、これもやっぱりね、大差で勝ってるチームがどんどん選手を出して使うのと、負けてるチームが使うのと、やっぱり全然モチベーションが違うというかですね、今日もう本当に巨人にしては珍しくですね、守備のミスがあってですね、そこから失点したりっていうシーンもありましたけれども、やっぱりですね、もう完全にもうなんていうのかな、やってる選手がもう実力の差をもう感じてしまってるんだろうなっていう、そんなもう感じですよね。もう顔見てもう目見てもですね、巨人の選手やっぱりこうね、こう力がなくてですね、それでも昨日はですね、まだ菅野投手が頑張ってたから多少ですね、なんとかしたろうっていう気迫が見えたんですけど、もう今日はもう全然ですよね。序盤でもどんどん何点も取られてですね、序盤でも5点とか7点とか取られてですね、まあ、途中ウィーラー選手のホームランで2点返すんですけども、これで精一杯みたいな、そんな感じですよね。本当に、覇気もないしみたいな、そんな感じにどうしても映ってしまうっていう感じですから、もう本当にですね、もう、まあ、もう正直そこまでの力の差がですね、セ・リーグとパ・リーグであんのかというので、ちょっとですね、絶望的な感じすらですね、阪神ファンの僕の立場からするとやっぱり、感じてしまうんですね。なの でですね、まあもちろんね、巨人、まあ別に頑張ってほしいっていう、別に僕巨人ファンではないんですけど、ただセリーグの代表としてですね、パリーグの優勝チームと戦ってるわけですから、あまりに不甲斐ない試合をされるとですね、やっぱりちょっと、
やっぱりちょっとね、どうかなっていう感じがしてしまうんですよね。で、まあね、こう野球やってるのはその日本シリーズだけなわけですから、やっぱりですね、セリーグ代表で行ってる限りは、やっぱパリーグにはですね、勝ってほしいっていう、ところですからね。やっぱりこの辺ね、どう立て直していくのかっていうところをですね、まあもちろんね、2戦取られてるわけですから、しかも本拠地で取られてるわけですから、もう当然流れはソフトバンクに行ってるのは当たり前なんですけど、だから不利なのは不利だし、ソフトバンクがもう有利なのは間違いないんですけど、ただ、ここから4連勝っていうね、過去そういう日本シリーズも当然あったわけですから、2連敗4連勝っていうね、そういったシーズンももちろんあったわけですから、当然まだ諦める必要はないしですね、それは当然ソフトバンクのピッチャーが大崩れする可能性もあるしですね、うん、まあバッターが全然打てなくなるっていうそんな可能性も十分あるわけですから、まあ、当然諦めることはないと思うんで、なんとかですねやっぱりこう一矢報いてくれないと本当にですねセリーグでやってる野球を全否定されてるかのようなですねそんな気さえするぐらいの今日はですね試合内容だったというふうにですね僕思うんですよね。まあこのね動画ご覧の方でも今野球やってるのがね日本シリーズだけですから日本シリーズご覧になった方結構多いと思うんですけど特にセリーグファンの方はですねちょっとっていう感じでご覧になってたんじゃないですかね。で今日ね、日テレでこう中継やってましたけど解説が赤星さんと藤川さんだったんでね阪神の2人がずっと喋ってましたけどもう途中本当にもう喋ることなくなって手持ち無沙汰になってですねずっとね、ソフトバンクの選手のね、こう褒めるみたいなことをずっとやってましたけどね、そういうことじゃなくてもうちょっといい試合を攻めてやってほしいし当然ですねやっぱり、当然セリーグ代表としてはやっぱ勝ってほしいわけですから、ここはですね少し巨人には頑張ってほしいなというふうにも思っております。でまあ明日休みがあってですねで明後日から今度は敵地に乗り込んでということですからここでですねどう立て直していくのかっていうのをですねちょっと楽しみにしたいなというふうに思います。もうねスクランブル体制ですからねもうこれ以上悠長にやっててももうあと2つ負けたら終わってしまうわけですからもうどん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 いいピッチャーからつぎ込んでということですからねもう菅野前倒ししてくる可能性もねあると思いますからどの辺でね菅野投手をこう使ってくるのかとかですねこの辺をまあだからローテーション順番通り行ったらもう次菅野投手が投げる前に終わってしまうことも考えられるわけですからそれはねやっぱり巨人からしたらまだ駒を使わんうちに負けてしまうっていうのはやっぱりね、昔ね阪神が2005年のロッテとやった時に4連敗して終わっちゃいましたからね阪神の最大の強みである中継ぎをほとんど使えないまま負けちゃったんですよね。あれはやっぱりね食い残るんですよね。まだねその自分の戦力が全部出せてないのにこう終わっちゃうみたいなですねやっぱ食い残りますからその辺はですね食いの残らないようにはやっぱりやってほしいなというふうに思います。あの2005でもやっぱりねファンからしても食い残るわけですよね。 JFK はほとんど出番ないままですね終わっちゃったわけですからねそういうことはないようにですね してほしいなというふうにも思っております。はいということで、まあ今日はですね、まあ、ちょっと本当にソフトバンクというかパリーグのですね凄さだけが目立ったですね、っていう感想になっちゃったんですけれどもまあ、このままね、さっきも言いましたけど、このままだったら、セリーグの僕らのやってる、ね、僕が応援してる阪神の野球とか、セリーグの野球をね、否定されてるような感じで終わっちゃいますから、それだけは避けてほしいので、ね、巨人にはなんとか頑張ってもらいたいなというふうに思っております。なので、明日はですね、休み、明後日からですね、明後日また試合の後にですね、動画を投稿したいと思いますし、明日もですね、何かしらの動画を、まあ、もし、時間があれば投稿したいと思いますので、また明日もよろしくお願いしたいなというふうに思います。ということで、今日はこの辺りにしたいというふうに思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。